それではスーパーモンクにクラスチェンジをして飛空艇でどこでも行けるようになったので、まあまずは巨人の薬じゃなくて力の薬、これを調達しに行こう。これさえ手に入れちゃえばもうあとはゴリ寄せるんで、キャラバンに向かいます。まあ金もそこそこあるし大丈夫でしょう。まあまず99個は必要ないからね。で、妖精の瓶買って、で力の薬が1000円で、ちょっとハイポーションも使っちゃってるから40個だな。でここら辺はまあいらないよね、火力で押し切っていこう。ではクレッセントレイクでハイポーションちょっと補充して、じゃあ全然安かったわ。フェニックスのまあこんだけあれば大丈夫だな。よし、でグルグ火山に向かおう。でグルグ火山はもう飛空艇があるんで、パパパッと、どこだ、あった、早い。ではスーパーモンクの力お見せいたしましょう。サソリミノタウルス、サソリはね意外に攻撃力高いから強い気がする。で上の宝箱ももういらないし、ここあの溶岩にいる間って敵出ないんですよ。敵と会いたくなければなるべく溶岩を進んでいく。まあもちろんね全部溶岩進めるかって言ったら微妙だけど、ヘルハウンド15、まだ回復させなくていいや。地下4階、ここはもう全部溶岩地帯でいけるんで敵は出ません。で地下3階、これ出ていくんだっけ。ちょっとさすがに1回ハイポーション使おう、溶岩を歩きすぎてるからな。大ガメージ先制攻撃一発で終わらせる、いいね。こっからはまあ割とサクサクいけそうな気がする。状況的にリッチが一番辛かったけど、もうマリビスとか、こう宝箱あるっけ、回収してこい。一応何があるかもう忘れちゃったけど、ラーバーウォール、ドーピングさえできるようになればね、金の針、ファイアリザード一発2700円、金はちょっと必要。力の薬とかをもうちょっと買い足しておきたいんで、ファイアギガース、何やるじゃないか、攻撃力が高い。まあクリティカルだったけどね。でどっちだこれ、下で、さらに下、ミノタウロスはもうザコ、よく見てるからこいつらは経験近すぎに役立たせてもらったよ、修行の時ね。これでも大して経験値持ってないんだよね、もう今となっては。で地下5階、これどこだっけ、なんか左下だった気がする。レッドドラゴン先制攻撃瞬殺、なんか1レベル上げてリッチに挑みたいけどな。リッチじゃねえや、マリですか。どうだこの3体グリーン、無駄8ヒットダックです。絡め手を使ってくるなこいつら。しかしそれも無駄なこと、誰も分かんなかった。まあいいや、ハイポーションで回復して一応でもセーフはしておく。やっぱり何が起こるか分かんないから。火のカオスマリリス、一旦目はやっぱりドーピングしておこう。火力見たいから一人は殴る。で力、
から力、今日やべえ落ちる、66しか当たんねえわ。やっぱりこれはもうちょっとハイポーション、もう3人だな、危ねえ。326、よし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 、2もドーピングしておく。で殴るでしょ、癒しの杖1回使おう、なんとなく。ダクネス、いやダクネスだったら大丈夫なはず、対して影響はないからだよね。400いくもん。さてでは、いやナンバーワンに任せれば大丈夫だと思うんだけどな。今回はまあ後手で入るかもしれないから、一応癒し癒し7ヒット、まあでも100は当たんのか普通に。てかカオス全員遅いな、攻撃力はさすがに高いけど、遅いのが分かったら回復は間に合うからね。よし、オッケー。まあまあまあ、こんなもんでしょう。のんびり火山でビーチって感じだな。体力しか上がらん。では火のクリスタルも解放したので帰ろう。で見た目なんか防御上がるんだよね。ちょっとルビーは1個持ってるから守り1個買って、ルビーもナンバー2に装備させてみよう。これでダメージが変われば装備はした方がいいってことだもんね。守りの指輪でナンバー2はルビーの腕、まあ、回避率は下がるけど1だからね。だったら上がった方がいいよね。ちょっとここでやってみよう。で水の神殿に行く前に滝の裏の洞窟を終わらせちゃいましょう。まあこれは少し経験値ためとお金ため。キングマミーが後ろに2体控えてんな。マミー自体は弱いからね、眠りにだけ気をつけないと。おい、マジで鬱陶しい、先手が取れん。瞬殺、お金がちょっと今のところ足りてない。あのやっぱり宝箱とか取って装備回収した方が良かったな。でそれを売って金策する。でここリボンがあったよね、グリーンドラゴン。結構食らうな、なんだかんだね。防御力上げてるけど、防御力上げてるから70で済んだのかな。またレベルが上がってくるとちょっといつか外さないといけない時期が来るかもしれないんで、そこは要注意だな。計算式をねちゃんとしっかり覚えてれば、どの段階でどの防具を外せばいいのかっていうのが分かるんだろうけど、まあ、ここの段階はそんな長くないんで、レベル1は上がらないかな、もう。こっからだと。火力は高いよね、やっぱり。結構いつも倒す。げ、いっぱい散った。めんどくせえやつらだな。攻撃で全く問題ないんだけど。うわ、来たー、死んだわ。最初3体排除するでしょ。でフェニックスので蘇らせてハイポーション1体は攻撃しておきたい。いや怖い、マジで怖い。タイミングはいいね。
石にもなってない。150でちょっとなんとか耐えてくれ。よし、 OKOKOK。 もう怖すぎる。リボンさえ押さえちゃえば全滅は多分そうそうないんで、回復しておこう。魔導士の杖くれ。ワープキューブ、でこんなところでこうやってさ、左ちゃんと動けよ。あ、動いた。リボン、よし。リボンの前で立ち止まられたら最悪だからな。まあ下がるけど、それはしょうがない。体勢の方が重要だから。お、金いいね。金金、ディフェンダー売ろう。じゃあ出ますか。では海底神殿、例によって最初はロゼッタ石を求めに人魚の前へ行きましょう。ロゼッタ石で、ここの宝箱でダイヤの腕輪があったんだよね。上がるね。ちょっと装備させよう。やっぱり数値上上がってるんで。ルビーの腕輪、よし、これでいいや。リボンはきっちり回収しましょう。で、これはまあナンバー2に装備させよう。減るな。で、巨人のコテも取っておく。クラーケン戦で、今回ちょっと被弾も考えてナンバー1を強化するのではなくナンバー4を強化しよう。で、初手からもうちょっと力の薬は全部やって、で、自分は巨人の固定セーバー炭、これが一番しょぼいね。クラケン炭とかで、4人強化じゃなくて第4番目を強化して、ちょっと2番手も強化しておくか。余裕があるから炭とかいうわけわかんないのやってきたかね。あれ、これって巨人の固定、あ、人には使えないか。ってことは2番手が自分で巨人の固定使って、で、力の薬ってことは殴る、強化してあるからね。284、2発で死ぬな。よし、800当たれば上々でしょ。これでアタッカーが2人できたから自分は防御しよう。で、ハイポーション、ハイポーション、違う違う違う、ちょっと待って待って、防御して、こいつアタッカーだから攻撃して、ハイポーションでなんとか耐えてくれ。やばい、死んだ、無理だ。な、ゲッチュワてか火力が強いのか。ナンバーワンはもう最初防御ありだな。いや、でもちょっと巨人であって力の薬が遅れんのか、なかなか悩みどころだね。水解放、ミュラージュの塔で、ここからなんだっけ、浮遊大陸じゃなくてなんか浮遊城に向かうんですけど、宝箱とかは全無視でいいから、もうさすがに金はあるし、まあ、アイテム買おうにも足りるよね。というわけで宝箱全無視でちょっと行きたいと思います。浮遊城で、そういえば宝箱全無視するって言ったけど、よく考えたらリボンは取んなきゃいけないじゃん。ということでリボンだけは回収していこうと思います。デスナイト、こいつフレア使ってくんだよね。フレア使われたらこのメンバー結構危険だよな。リボンゲット、これで3つ目のリボンなので頭を装備させましょう。耐性の方が重要だから。きたー、フレアー2番やばいよね。200か、300くらい食らっちゃおうかなって思ったけど、まあ意外に抑えられた。風のカオス、ティアマット、初手巨人の固定で、力力力、いつものパターン。
あ、そっか、力の薬は補充しとかなきゃいけないね、この数だったら。あ、ナンバーワンにやっちゃったけど、いいや。毒ガス。これいくつか。結構やばくね。二人回復に回るか、また。ナンバーワン殴り。ナンバーツーは力の薬でドーピング。で、三、四がハイポーション。これでいこう。力ここか。で、ハイポーション。4が結構減ってるな。そうか、リボンがないからか。160。ハイポーション1回分で回復しきれないっていうところがちょっと厳しいところかな。160食らっちゃうと。で、ナンバー4については全然ダメだ。100くらい足りてない。100以上足りてないか。で、今のところ与えてるダメージは、まあ、500ちょいだったので、ちょっと1回回復回として3人ハイポーションでいこう。いけ、153にやばい、149、なんとか生き延びた。10ヒットで700。この火力が出ればとりあえずはもう数ターンで倒せると思うんだけど、回復はちょっと怠らないようにしておこう。ナンバー1にハイポーション入ってないけど、300あればまあ一緒。やばい、死んだ。死者が出たか。ちょっとドーピングはこれ以上きついかな。いや、殴るでしょ。4がやっぱ厳しいよな。で、力で上げてハイポーションで自分を回復。111か。稲妻使われると厳しい。で、ハイポーションはちょっともう2個ともナンバーワンに当てよう。10ヒット、お、1000出たね。よし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 。ちょっとナンバーツーを犠牲にしてしまったけど、しょうがない。勝利のための犠牲だ。やつも分かってくれる。経験値が入らないけど、まあ、5400だから1000ちょいでしょ。全然間に合うよ。風のクリスタル解放。ではちょっと買いだめをしていきましょう。力の薬もし全部買おうとすると7万2000か。全然余裕だな。そうだね、もうちょっとヒットポイント低いから巨人の薬はありかもな。4人でしょ、まあ、カオスが4体、その属性のカオスね、属性のカオス4体プラス本体カオスで、まあ、ボス自体は5体、1回ずつ使って20個か。ちょっと30個くらい持っておくか。じゃあ、でプロテスドリンクも、まあ、これは20個くらい持っておいて、スピードドリンクも20個。ちょっともしかしたら巨人の薬に頼るかもしれない。ヒットポイントがどうしても今の段階でまだ500いってないんで、まあ、多分カオス神殿うろついてる間にレベルが上がって、てかレベル35、あれ、あの戦士とかってレベルいくつでクリアしたんだっけな。ちょっと後で見てみよう。2000年前のカオス神殿、ちなみに戦士の時のクリアレベルは45でしたね。なのでこっからまあ10レベルくらいは上げないと、やっぱり文句で戦士より低レベルでクリアするっていうのは厳しいと思うんだよね。まあ普通に進んでいってどれだけレベル上がるかというのをまあ見ながらカオス神殿進んでいきましょう。リッチ戦、ちょっとここで試したいのが巨人の薬。どれくらい上がるんだ。どうしようかな。ナンバーワンでも先にセーバーをかけとこう。で今回は巨人の薬を、どこだ、全然わからん、あった、使って1回でいいでしょ、これはどう考えても。でスピードドリンクもちょっと1回使ってみよう。あとは力、まんべんなく振る。17、700になったね。そうだ、もともと500くらいだと200くらい上がってるか、まあ、倍にはさすがにならない。 1.25 とかかな。
まあ一応大体そんなもんでしょうという感覚がつかめたので、まあなるほどなるほどと。じゃああとは力の回復はしておきたいんだよな。少し持久戦になったとしてもいいから癒しの杖を使っておこう。結局最大ヒットポイントは上がったとして、ストップしたんだけど、まあ、ストップっていうか麻痺か。回復をさせないといけないからね。で力はまあ入れとこう。ストップ効かないっしょ。3人は多分大丈夫だと思う。リボンついてるから、まあ、1200当たれば上々よ。微妙に回復していく。癒しの兜も取っとけばよかったかな。まあ、いらねとか思って取ってないんだよね。スピードドリンク使おう。ヒット回数上がんねえから倒した、そもそも。まあ、ここら辺の4カオスはそんなにヒットポイントないからね、言っちゃえば。これ守りのマント手に入れたけどさ、文句ってどうなの？あ、装備できねえじゃん、そもそも。だいたい装備できるかなって思ったけど、なるほど、文句以外が装備できるんだな。さすがにそうか。そう、縦装備するとヒット回数とか、多分両手をすでに使ってるからヒット回数が2倍になってると思うんだよね。でこれ守りのマント装備するとどうなのかなってちょっと思ってたけど、そもそも装備できませんでした。さすがにエリクサーは回収しておこう。マリリスで、いつもと一緒セーバーで、今回もう別に巨人の薬は使わないです。力力力で攻めていこう。あ、セーバー命中率どれくらい上がるんだろう。パイが100ちょい、やっぱ4は200、半分っていうのがほんとでかいよな。逆にこれマジでリボンなかったらむちゃくちゃきついよね。で、力は1個入れといて、いつものパターン、ナンバー2は力と薬でドーピングで、ナンバー3、4がハイポーションハイポーション。ちょっと待って、誰を回復させた。3をまず一番少ない4は回復させておく。で4が1を回復させよう。やっべ、これはハイポーション常に1に入れといた方がいいか。次だって食らったら死ぬぞ攻撃。いや、耐久力のなさがちょっとここで出たな。これはもう3ハイポーション、まあ殴ってはくれた。ちょっとダメージソース、死んだらやばい。よし、事故らない限りは大丈夫。ファイバーで1は回復できるから、これ で234はもう自分が死なないように、自分ハイポーションでスタンプ。よし、 OK。 何にもならないターンが出るとほんと楽になる。これで回復はまあ全開とはいかないか。そうだよな、そもそも4なんて150以上食らってるから。まあ、力はでも1個入れとくか。いけそうな気がするけどね、もう。最後のダメ押しだな、もうこれ。ダメ押し力、3つ。ほら、いけいけいけ。なんかアイテム使うと早いな、攻撃が。OK。ダメ押しの力の薬。今が40レベルだったから、まあ、確かにもう5レベルくらいだったら上がりそう。グラーケンでね、ちょっとやっぱり道中被弾が高いんで、もうハイポーションが58個しかないんだよね。できればカオス戦で30個は残しておきたい。30個でもなんかちょっと危ない気がするんだよな。40個残しておきたいんだよね。まあそのためにはこいつを早々に葬り去る必要がある、巨人の腕で。攻撃力をまた底上げしていきます。まあ、最悪落ちてもしょうがないよな。一発で落ちるぞこれ。1とか奇跡的に残ったな。
炭やってくねえかな。炭、こいつの炭はマジで。これでだってさ3つ使うわけじゃん、蘇らせようとして。8ヒット386、まずいな。1が落ちるのだけは本当に勘弁してほしい。いや最悪これ1回帰還してアイテム補充に行く必要があるかもしれない。1回倒しちゃえばね大丈夫なんで、3段落下助かった。161は絶対当たんないから、これで1を持ち直して、で予備を作っとく。予備火力ちょっと4なんだよね。ちょっと4を予備火力にしよう。あダメだ、4あれだ、装備してねえんだ。ヒットポイントはね597だから結構いいかなと思ったけど、そういえばねリボンを装備してない。なので一応ちょっと怖いから予備火力として3番を強化しておくか。ハイポーションは使おう。3だな。4は4でまた減ってきてるかな。ちょっとここで攻撃へ転ずる。ただ4は回復させる。1も違う、3は攻撃なんだよ。で1を回復。1087、あ大丈夫だね。ちょっとまあ無駄になっちゃったけど安定を取っていきましょう。何かがあっても対応できるように。一応正宗は全員装備できるはず。なんか上がるんだけど普通に。でもヒット回数が下がるのか。でも上がり方が異常だよね。命中率もすっげー上がってるし、どうしよう。ちょっと見るだけ見よう正宗、その力。正宗だけはマジで別格だからね。59食らうんだよな本当に。1がやばい、集中攻撃食らうと7889と。やっぱ殴っても変わんない気がする。ヒット回数が少ないからね。まあ一応文句も正宗は装備できますという感じでした。ティアマット、ここはちょっと苦戦しそうだよな、まあ、セーバーの力だね。まあ3つで4回かかれば、まあ、それなりの火力になるから、もうあと2番手を作り出すか。やっぱり4が食らってるんで、ここは2人は回復だよな。そう考えると一応3に打っておいて、4は4で自分で回復させた方がいいと思うんで。ハイポーション個数的にもちょっと微妙なんだよね。ハイポーションはい、ラは大丈夫、一応プラスにはなるから。まあ700で、もう一個入れたい気がするよな力は。でさらにこいつが殴ると対向車が打てないんだよな。こうだな。やっぱりリボンがねよく揃わないっていうところが絶妙だよね。まあ、ただ3はあくまでも予備戦力なんで、最悪殴れなくてもしょうがない。1が落ちちゃったらちょっと攻撃に回ってもらうっていう役割なんで、まあ、ハイポーションをかけてちょっと4は4で回復しておかないといけないから。なんちゅうってこうやって攻撃でしょ。あー2人攻撃いけるか。でこうだな、3だな。よし12ヒット706、10ヒット630、まあまあまあいい火力、ちょっとゴリ押せそうだなこのまま。
さすがにもうそろそろでしょう。ハイポーションを無駄にしたくないんで、ちょっと普通に攻撃しよう。ここはもう4攻撃やばい。いやでもこのターンで押し切る。170170100、いけ3266、弱え。さっきの火力はどうした。2個ハイポーション使う。まあ一応ちょっと安定だからな。安定を取ろう。炎で167は食らわないはず。110、危ねえ。ただこれで今300を回復できるし、もういいでしょだね。いやハイポーションの個数がちょっと怖いな。だってレベル上げしてると、レベル上げしたらねヒットポイント減るからね。一回やっぱ戻んなきゃダメか。ちょっとこれはダメ元でいきます。まあ、対策とかが立てられればいいかなっていう感じで、強鎮で1をアタッカーにするのがちょっとあれだからな。今回3にしよう。3アタッカーで、で力で、で自分はセーバーかけて、まあこれはやっておこう。地震とか初めて使ってきたんだけど、死んだ。これ一発で死んだ。幸先が悪すぎる。一応ね、あとカオスケアルガも使ってくるみたいなんで、いやこれ蘇らしたところでっていうのがあるよな。でハイポーションはちょっと打っておく。いやでもちょっとフェニックスやっとこう。殴る。フリザか。次ちょっと先手が取れないとまずいな。カオスはもうマジで別格に強いからね。155とかこれくらいのドーピングじゃどうにもならん。エクスポーション使うか。1個間に合うかな。で火力が足りない。どうするどうする。巨人の薬で、まあ599かだったら火力だな。ちょっとやっぱり足りてないもん。よしエクスポーション間に合った。やべ死ぬ。424。テスドリンクもやっぱ1個入れとかなきゃダメか。だってこれそしたらまたエリクサーっていう話になるもんね。使うか。1000をちょっと与えるようになってくれないと火力が足りないのよ圧倒的に。でプロテスドリンク、スピードドリンク、力だな。出たケアルガ9999とか。なんか今回もう全然行動パターンが違うんだけど、いつもと。593。いやまだ全然だな。でハイポーション力はもう一旦ちょっと1個だな。でまあハイポーションだな。はいか。9まで一応ヒットポイント持っていけるんで、まあ、高めに保っておいて、まあ、ハイポーションもこれも全員自分にハイポーションだな。4弱で3以外きた。379、危ねえ。ハイポーションの上がエクスポーションで、エクスポーションがもう全然手に入んないからね。まあ、1回普通に流して1個手に入ればいいっていう感じだから。と思ったらハイポーションハイポーションちょっとやっとこう。で4番やっぱ火力だな。もう1回上げたい。よしとりあえず397。はいか。 OK。 これはちょっと4がきついけど、まだ3が全然余裕だからね。でそうするといやもう1234何があったんだけど。でブリザラは4でも182食らうのか。1が結構持ち直してきたから3をそろそろちょっと1回回復させたいけど、最悪エリクサーで一発で持っていけば
なんとかなるか。で、今19個か。あ、まだ大丈夫だな、個数的には。いざだ。で、サンドヒットグリーンとかちょっと400台に入ったら、一回もう最後のエリクサーを使っちゃおうか。1800、よし、悪くない。で、1に余裕ができたな。ってことは力が入れられる。2もまあ余裕があるけど、4のヒットポイントがやっぱり低いから4に2個だな。あ、違う違う違う、3はだから攻撃で4きた。2ヒット、300キャッチ。ただ今のところヘイスト使われてるわけじゃないんで、まあ耐えられるは耐えられる。ボンクでも悪くない戦いはしてるよね。防御しよう、ちょっと安定をとって。1に攻撃で防御で耐え切ってくれれば一番理想。ラスローは4番は無関係だから大丈夫。リボンがないから多分食らっちゃうんだよね、ラスロー。ただこのターンはかなり持ち直した、かなり持ち直して、これはハイポーションで3の回復できるな。でスピード入れとくか、プロテスを1個1に入れとく。ちょっと今更感はあるけど、やれるときにちょっとやっとこう、少しでも火ダメを軽減するために。で、最悪な敵とこいつ長期戦は危険だな。アタッカーがねもういないからね、アタッカーをもう一人作る余裕はさすがにないんだよな。力で折り寄すしかないから、ハイポーションが12、少し危険水域に入ってきたけど、もう押してまいるだな。ヒットポイント的にはまあ大丈夫でしょう。なのでちょっとプロテスト人口もう一個1にかけよう。2ラスロー食らうのか。これ3がラスローかけられたらもうちょっと本当にまずいよね。1はもう結構元気にはなった、元気にはなったというか防御力は上がったけど、どれくらい耐えられるんだろう。スピードドリンク攻撃回数とか上がんないのかな。もうやっぱり3に全てを集約させる。きたー、ヘイストはまずいよ。スピードスピード14ヒット2000、なんか強くなってる気がする。最後何ヒットするのこれ。まずいプロテストリンクで11、3の強化も測っておきたいな。攻撃回数上がってるっぽいんでスピードはちょっと入れとこう。きたー、1063終わった。16ヒット、こっちもただスピードドリンクで火力は上がっている。一応そのフェニックスもいるか。全体攻撃が来るとちょっとまずいんだよね。一応ハイポーションなんとなく2に入れとこう。フレアが早かったか。いくつ食らう。4400、てか1もやばい。ハイポーション16ヒット2200、もうケアルガがマジでうざい。で11個か。ハイポーションちょっともう本当に自分に打つくらいしか今のところこのターンはできない。ブリタカ113は食らうんだよな多分。144か、4も落ちた。で154、ちょっと待ってこれエリクサで3を最大回復まで持ってって、あとはもうガチンコの殴り合いだ。ブリザラ大丈夫、154は耐えられる。これで最後のエリクサ989まで持ってって、でエクスポーションがもう1、2個あるだけでも多分だいぶ違ったんだよね。
一応生きよう、なんか生きれるかもしんないから。あ、死んだわ。ガチ殴り合いだもん。でもスピードドリンクは役立ってる。フリーザラ OK。 巨人の薬は使ってマジで正解だったな。ダッスロー来た、終わった。1ヒット155とか、もう無理だろうなって。これは無理だよ。セーバー違う、ヘイスト用のドリンクみたいなのがないもんね。だってかき消せないっしょ、スピードドリンクでも。一応1個かけてみる。てか診療779、サンダーっていう感じです。ちょっとだいぶそのお試し戦闘が長引いちゃったけど、レベルは上げよう。レベル上げればなんかいけそうな気がする。というわけでレベルを50まで上げました。でヒットポイントの一番高い4を、まあ、一番先頭に持ってきて、こいつが壁役で、1番がバランスがいいので、3番目に持ってきてアタッカーで、2番は完全にアイテム役で、3番は、まあ、回復兼アイテム役みたいな感じ。まあ、とりあえずこれで一旦いきましょう。カオス戦リベンジで、ちょっと死にたくないんで最大1人と上げとこう。であとはドーピング、とりあえず力攻撃力を上げていって、でスピードドリンクもかなり有効なことが分かったんで、げっ、いきなりフレアまずい。いくつだっけ、300オーバーだっけ、400近く食らってんだけど。巨人の癖とりあえず900までは持ってくんだけど、ちょっと今回全員自分に配慮だな。フレアは厳しいよ、殴られて400で死んだ。これもうめちゃくちゃ幸先が悪いんだけど、一発目フレアはちょっと勘弁だな。強すぎる。ちょっと最初にフレア食らったのがやっぱりまずかったね。ある意味お祈りが必要だな。もうちょっと火力は1段目でやっぱり上げきっちゃおう。力を4つ投入するもんで、ある程度こうダメージを与えながらやっぱりいかないといけないんで、よし、ブリザラ、これはいいの引いたな。80、まあ、リボンないとね、150ハイポーション分が回復できないんだけど、でちょっとやっぱり体力は多めに保っておきたいん でスピードドリンク2個くらい必要かな。フリザラよし、まあ、4人はハイポーション打ってるんで、てかもう上から1234でいきます。もう順番ずらしたからわけわかんないけど、巨人の薬はちょっとなかなか打つ場面がないん で3はやっぱりやっておきたい。ちょっと回復回だな、ここは。第2ヒット320、危ねえ。まあ700とりあえず当たってくれるんで、まあ、1000を安定して超えるようにはなりたいよね。これで3番以外はだいぶ持ち直してるんで、まあ、少し3を集中的に回復させて、もうちょっと火力が欲しい。力を1回出よう。竜巻これいくつくらい OK。 250か、結構だな。だったらこれよし、1000超えたな。でさらに力が入るか。 OKOKOK、 ちょっとここはまた3人回復でいこう。で4番目がやっぱり耐性がないんで、フリザラでも結構食らうんだよね。そう、ただ他のやつらはもうハイポーション分がプラスになるんで、で
14ヒットか16ヒット出したいな。とはいえなやっぱり回復重要だからね。1、2、攻撃でこうだな。よしブリザーだ。これは今回かなり出れてくれてる。14ヒット1000。ちょっと2番っていうか4番目が減ってるけど、3人でも回さないときついな。自分にやろう。なんか死んだらあれだから、なかなかちょっとドッピングができない。376、なんとか生き延びた。これ1回エクスポーション投入するか。エクスポーションちょっともう1個あればね余裕があるんだけど、なんかレベル上げっていうか1回帰ってエクスポーションでももう1個調達してくるのはありかもしれない。モンスターが落とすしかないんだよね。でここ1回スピードを入れとこう。てかさ、巨人のこと1回使おう。命中率、いや命中はもう大丈夫か。いやちょっと1回で使おう。でさらにスピードドリンク16ヒット出したい。3が224はどうだ。残るか。119、危ねえ。ただこれエクスポーションでもう持っていけるんで1番は大丈夫。だここでねやっぱり巨人の薬が入ってると900台までヒットポイントが持ってけたんだけど、ちょっと今のところそこまで余裕がないんで、余裕がないんだけどちょっと余裕が出たから巨人使うか1回やっぱり。で回復攻撃回復、よしちょっとタッチだ。ラストアップンね。これ3番に来たら終わるからな。よし2300、だいぶ強い。16ヒット、多分16ヒットが最高だと思うんだよね。であとは死なないように攻撃に転じよう。死なないように攻撃に転ずる。ってことはプロテスドリンクこれも打っておこう。12攻撃を食らっても大丈夫なのに線は安定してこえんな。ブリザッカー150か。よし3は大丈夫で、まあ、やっぱりあれだよな。600癒しの杖、これねヒーラーがあればいいんだけどね、ヒールっていうのがやっぱり弱すぎる。そもそもプロテストリンクちょっともう一回かけよう。でいや待って待って待って、4がやっぱりかなり減らされてるからな。で攻撃のあと自分を回復。ブリザカー死んだな。これ4が273、耐えられん。まあ、ただ12がそれなりに回復してるからもう蘇らせるかどうかっていうところだよな。やっぱりこいつは回復しておいて3番ね。で3は攻撃も絶対これヒスト、攻撃に耐えられるだけのヒットポイントが欲しい。一応フェニックスので蘇らした。で回復回復で自分も回復。ブリザラ死んだか、しょうがない。ただハイポーション自体は他のやつに行くんで大丈夫。1500、今ヒットビットどんだけ減らした。ちょ計算するのも、まあ、悪くはないよね。でやっぱりフェニックスの方は使っておきたい。死ぬかもしれない。2000、よしだいぶいい乱数を引いた。高めの乱数。さてここで何が来るか。炎とかフェニックスの方がだいぶ無駄になるんだよな。もう4見捨てるか、ちょっとまずいよね。ハイポーでハイポーでエリクサーをそろそろ1番が減ったら投入しよう。竜巻、これはもう1番ちょっとエリクサーで持ってこう。じゃないと回復が間に合わない。てか3もまずいよね。ハイポーションのな回復量200とかあってくれると助かるんだけど、ここはちょっとエリクサー投入しよう。でどうする、やっぱ自分だな。ここで4番が死んでるのがちょっときついんだよね。
ハイポーション、ハイポーションでいこう。フリーザーか。で150オーバーだっけ。いやギリギリだな。まあ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 、とりあえず乗り越えた。で1番が完全に回復するんで、これで999。よし、巨人の薬がだいぶ役に立ってる。で2人回復に回せんな。で外3が攻撃できる。ほら行け1500。痛い、死んだ。831とか。ここが正念場だ、マジで。蘇らせよう。蘇らせる余裕はある。フリザラ、オッケーオッケーオッケー。攻撃の的にはね、なるかもしれないんで。よーし、倒した。強い、やっぱり。まあ引きだよね、これ。フレアとか使われたらほんとまずいから。というわけで、無事門戸編、クリアしました。いかがだったでしょうか。まあやっぱりね、攻撃力の高さは際立ってあるんですけれども、まあ、ちょっとね防御面に不安があるんで。で俺基本的にもうずっと裸で進んできて、まあ、最後の方にちょろちょろちょろっとね、あの防具をつけ始めたんですけど、多分やっぱり、ね、防御力が上がるんだったら防具はつけた方がいいと思います。そうすれば道中もうちょっと楽にはなったかな。であと結局全員分の防具は揃えてなかったんで、まあ、全員分の防具を揃えてカオスに挑めばもうちょっとだけ楽にはなったのかな。多分ちょっとだと思うけどね。カオスはちょっと火力が半端じゃないんで。まあそんなわけで、無事門戸編も終了しましたので、次回はシーフかなをやっていこうと思います。というわけで、門戸編今回で終了となります。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。